皆さんにご報告があります。実は私、赤ちゃんができました。イエーイ。相手はこの人です。すっごくいい人なの。テキトチャンネル、よっ、テキトです。さあ今回はですね、赤ちゃんを世話する仕事ってあるじゃないですか。やっぱお父さんお母さんが忙しくて、こう代わりに誰かに育ててもらう、面倒を見てもらうっていうお仕事があるんですけど、今回はそれがテーマになったストーリーゲームで遊んでいこうと思います。でもね、やっぱりストーリーゲームなんで事件がきっと起こるはずです。まずはね、とりあえずやっていきましょうか。こっち、あ、5人もいる。じゃあここ入っていこうか。よし、私もね、息子ができたんで敵をって言います。このね、敵をと一緒に、これからね、ストーリークリア目指して頑張っていこうと思います。この敵をが可愛いなと思う方はグッドボタンよろしくお願いいたします。怖いこのお姉さん怖い。なんかかき氷かき氷背負ってんだけど、なんなんだよこいつ。あ、始まりました。さあやっていこうか。お、キャラクターは、ベビーボーイ、ベビーガール、親、男の子、女の子、親、あ、親は選べないんだ。じゃあ、じゃあ、どうしようかな。ベビーボーイにしようか。お、ライリーさん。かわいい、そばかすが。なんだお前。お前なんかちょっと、あんまり結構攻めた服着てるな。やあみんな、新しいベビーシッターのライリーだよ。両親は数日間休暇を取っていた。あ、お父さんお母さんは、どっか旅行に行ってるのかな。だから代わりに、このライリーさんが世話をしてくれるらしい。でかくね身長3メーターくらいない？ちょっと嫌ですね。まずは、スカベンジャーハントを準備して、家の中を探索してみよう。まあ、よくわかんないけど、とりあえず、家の中をこう、いろいろ見ていくと。家の中に隠されているテディベアを10匹見つけよう。なるほど。クマさん、お、クマさんいた。あ、これを10個見つけるんだ。さあ1個見つけました。お、3個ある。あと1、2、よし、ここも取っちゃおう。はい、通る、よしよしよし。でここも通る、よし、3個見つけてる。結構貢献してますよ。さあ他にはどこに、クマちゃんがいるかな。クマちゃんあと何匹だろう。あと4匹か。あと、あ、いた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 。さあこれで8匹目かな。よし、あと2匹見つけましょう。多分これ2階に、あ、いたいたいた、ナイス。お、全部見つけたらしい。みんなよくやった。テディベアを全部見つけたね。イエイイエイじゃねえんだよてめえ。この家はすごく楽しそうだね。おお、うん、プレイするのが待ちきれない。この人は誰なんかオタクみたいないるけど。もうすぐプレイできますが、まずはご飯を食べましょう。なるほど。みんな何を食べたいの。ピザかな。お、ピザあるやん。あ、でもハンバ、ピザだな。ピザ大人気じゃん。ピザ一番人気だな。なんでハンバーガーこんなイラストなのに、ピザリアルなんだよ。しかもサラミ多いし。よし、みんな、ピザが勝ったみたいだ。なるほど。じゃあピザを今から食べれるのかな。じゃあピザ食べましょうか。お、おいおいおい、踏むな。おい、お前大事な、俺も踏んじゃおう。ペチペチ。やっぱね、踏んだ方が美味しくなるって、テレビでやってたから。ん？ライリーで遊ぼうか。どういうこと？このライリーを使ってこうジャンプしたりするってこと？だから、このゲームは床は溶岩と呼ばれている。え？地面に触らないで誰が勝つか見てみよう。床、この床がマグマになってる。どういうこと？準備はいいか？え、どういうこと？え、これって上に乗ってればいいってこと？え、マグマになるのかな本当に。うわ、危ねえ！あ、危ねえ！なるほど、ここに乗るんだ。はいはいはい。これ床がマグマになるから、このルービックキューブの上に乗って、地面にぶつからないようにすると。おい、おい、ダメだろ。家そんなことしちゃいけません。お父さんお母さんに言われなかった？床マグマにしちゃダメだよって。なるほど、これ上に乗れば勝ちと。でこれ簡単じゃない？さあ、これでまたマグマがやってきて、ライリーは平気なのかよ。ライリー足なくない？足溶けてない？大丈夫？これどんどん残り時間が少なくなるんだ。さあ、1、ゼロ。さあまたマグマがやってきて、あ、おい、氷のお姉さん死んじゃったよ。あぶね、さあやばい、3、2、1、おい、あぶねえ。どんどん短い。これでクリアじゃない、さすがに。どうだい、イエーイ。うわ、まだある、やばい。こっち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 、これラストだ、これ最後だ多分。ナイス。うまだあんのかよ、長えよ。え、死んじゃうよ。あっ、お、よくやったみんな。うわ、結構人数減っちゃったよ。4人かな。最高だった。人2人死んだのに。おい、人2人死んだんだぞ。もう一度プレイできますか。やだよ、明日かもしれない。もう遅くなっている。あ、もう夜になっちゃうから、じゃあ今度はご飯食べたりして寝るのかな。あ、寝るのか。さあじゃあお休みしようか。お、
みんな聞いたか？なんか音がした。パコーンって音聞こえた気がする。あれはライリー。え、ライリーがなんか物音を立てたってこと？ん？え？モンスター、一緒に来てくれるようですね、お子さんたち。うわ、また来たよこの怪物。みんな逃げろ。滝とトモも逃げて。うわ、もう来てる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 、逃げて逃げて、あ、死んじゃう死んじゃう。よし、この滝とトムの後ろにいよう。滝とトムの後ろにいれば多分守ってくれる。俺子供だからな。よし、あ、滝とトムの近くにいれば攻撃されない気がする。これ倒せないよね。こいつは多分バットで攻撃しても無理だから、このトムの後ろにいよう。あー、怖い怖い。おい、来んなよ来んなよ。おい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 、トムトム助けてくれよ。トムトム、お前ハワイアンな服着てね。危ねえ、 やばい、一人死んじゃいそう。逃げて、頑張って逃げて。あと何秒、あと何秒逃げればいいの？制限時間とか書いてないの？やばい、来てる気がする。あ、大丈夫そう。やばいな、お前こっち連れてくんなよ。よし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 、もうドアの近くで待ってよ。いや、まだいいのか。あ、待って、これベッドの上にいれば。バカだな、やっぱモンスターバカだなお前。ここにいれば安全ってことか。よし来た。ん？ライリー、なんで音がするんだ？子供たちにベッドを行くように言っただろ。あ、ライリーはモンスターじゃないのか。ライリー、来てくれてありがとう。モンスターを見たよ。マジか、それが言い訳か。おい、ライリー急に怖えんだけど。いや、本当だ、殺そうとしたんだ。そうだよ、モンスターがさっきこのベッドルームに現れて俺たちを追いかけ回してきたんだよ。わあ、ライリー信じてないね。俺の予想言っていい？多分ライリーが黒幕です。そんな気しかしない。お、下に降りてきて、朝食の時間だよ。お、さあ朝ごはん何かな？ペペロンチーノかな、目玉焼きかな、ハンバーグかな、それともハンバーガーかな。お、ライリーキッチンへ行く。さあ今日の朝ごはん何？野菜？野菜とクッキー？頭おかしいんじゃねえのか。頭おかしいだろ、朝ごはんにクッキーと野菜って。なんか目玉焼きとかソーセージにしてくれよ。まあ味噌汁、まあ最悪味噌汁とご飯とかでもいいからさ。じゃクッキーは、クッキーは勘弁してくれよ。お、みんな何を食べたい？なんだろう、ハンバーグかな、ワッフルかパンケーキ。ワッフルパンケーキ迷うな。で、ワッフルさ普段食べないから、ちょっとワッフル食べたいな。よし、子供たちを食べて。そうすれば楽しいゲームができるよ。おいおい、日本語訳がおかしくてやばい言葉になってるって。お、今回もね、またゲームをするらしいよ。さあ頑張っていこう。隠れて探してプレイしよう。ほう、ん、準備はいい？ OK。 かくれんぼをするのかな。さあどこに隠れればいいんだ。確かに、え、どこに隠れればいいの。上の階に隠れる。あ、もう全部使っていいんだ。多分このライリーが鬼で、ライリーに見つからないようにどこかに隠れるんだ。さあ上に行くぞ。さあ上に上に、さあ隠れんぼ隠れんぼ、みんなで同じとこ隠れようぜ。よし、上上上上。え、鍵があるんだけど、何これ。地下室の鍵とかかな。わあ見て、地面に鍵がある。だよね、これ何の鍵なんだろう。待って、この鍵は地下室のドアを開けられるんだ。やっぱり。じゃ、この地下室のドアに、この鍵を差し込んでいくと。じゃあ地下室のドア開けようか。これ地下室開けたらライリーに見つからないで済むんじゃないか。さあ、地下室の鍵開けていこう。ほい、さあそこに隠れろ。さあ逃げるぞ逃げるぞ、隠れろ隠れろ。よし、地下室隠れろ隠れろ隠れろ。さあこれでライリーに見つからなくて済むぞ。お、なんか金庫がある。何これ。わ、ここは不気味だ。確かにこの中に何が隠されてるんだ。あの巨大なドアを見て。これだよね、これお金がたんまり入ってんじゃない。このドアの後ろに何があるのか知りたいんだ。確かにこの中にお金が入ってるのか、それとも何か事件性のあるものが入ってるかもしれない。さあこれ何があるんだろう。どうやって開ければいいんだろうこれ。お、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 入れた。聖なる牛。聖なる牛って何のこと。秘密の隠れ家のようだ。おいおいおい、モンスターいるじゃねえかよライリー。やっぱりライリーが黒幕だったんだな。ここでモンスターを実験して子供たちを襲わせてたってことか。筋肉ムキムキじゃねえか。あれはモンスターのコスチュームですか、武器ですか。ほら、なんかさ、ミサイルとかも研究してるじゃんこいつ。わ、絶対ライリーだわ。あー、え、落とされた。わあ、もう絶対ライリーが
はめたな。うわ、ほら、めっちゃ死んでるじゃん、人が。見て、もう危ないですよって感じのトンネルがあるって。なんでお前はここで死んだんだよ。せめてこっち行けよ。ん？これさ、なんかアスレチックとか来るんじゃない？なんかこの、これなんでこんな広いんだろう。怪しくね、これ。スケルトンが出てきた。え、お前ら生きてたのかよ。なるほど、こいつらを倒すってことか。みんな怖がってるのわかる。でも君たちは戦士だ。やっぱり俺たち戦士だからな。やっぱりこんな骸骨ごときに負けてらんねえよ。俺たちはライリーを倒さなきゃいけないんだ。さあ、俺たちで骸骨を倒そう。さあ行くぞ。同じ敵倒した方がいい。よら、ほら、ほら、よしよしよし。あ、結構一匹一匹弱いぞ。ナイスナイスナイス。よし、いけ。俺まだ HP100 だ。よし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 。オッケーオッケー、倒せるぞ。俺に任せろ。よし。よっしゃ。ナイス。さあ、まだ4人生き残ってるね。ただ、HP がマックスなのは俺だけだね。さあ、続けよう。頑張ろう。この先に何があるんだ。うわ、アスレチック来たな。でもアスレチックが来たってことは、そろそろラストバトルな気がするんで、ここで死んでられないな。さあ、皆さん、このアスレチッククリアできたら、グッドボタンよろしくお願いします。溶岩も上がってきている。早くしないと。よし、さあ40秒以内にこのアスレチックを抜けると。オッケーオッケーオッケー。ほい。あ、でもこれはいけるか。うわ、やばい、これ上がったり下がったりしてる。難しい。ふっ、あぶれ、あぶれ、ほい。でもノンストップ。ぶつ、止まったら死んじゃう。止まらずに行きたい。よしよしよし、最後、オッケー。タキッとトム、なんでお前先にいるんだ。さあ、アスレチックノンストップでクリアできたので、グッドボタンよろしくお願いいたします。あれ、みんないない。え、待って、もういないじゃん、誰も。もう俺しかいないじゃん。なんでいつもストーリーゲームはもう俺しか生き残らないんだよ。ほら、あのはしごから逃げられる。よし、さあはしごを登って、ん、うわ、ほら見てくれよ。ライリーだっけ？ライリーいるよ、ここに。何これ、実験施設？タキッドとも一緒に戦ってくれ。子供たち？君たちか？え、何？あちこち探してたんだよ、みんな。いや、もう怪しいって。ライリー、地下室にある巨大なドアをくぐって、怖い隠れ家を見つけたんだ。いや、それ絶対ライリーの隠れ家だって。待って、どうやってここに来たんだ、ライリー。みんな、全部見たんだろう。ほら、やっぱりね。それは私の秘密の隠れ家だった。君たちはそれを見るべきではなかった。よし、お前らをやっつけないと。ごめんね、みんな。おい、サイコパスかよ、お前。ごめんねって言うなら、助けてくれよ。うわ、来た。う、毒ガス？え、ドブ、これから、何をするの？君たちは通気口を通る必要がある。それが唯一の希望だ。なるほど、ガスが出てきてるから。どこだ、通気口、ここか。え、どこだどこだ。え、君たちは続けなければならない。私は疲れている。え、トム、トム、どうすればいいんだよ俺。もう俺、トムなしじゃ生きていけないよ。君なしでは生きていけないよ、トム。俺と同じこと言うな。君は戦わなければいけないんだ。おい、トム、お前オタクみたいな格好って言ってごめんな。やばい、トム死んじゃう。トム、あー、トム、ズデン、ズデンって死んでたぞ。通気口どこ？あっちか。このはしご登っていくんだな。よし、ライリー、お前をぶっ倒してやる。トムの敵は俺が撃つ。絶対に負けないからな。よいしょ。トムを失ったなんて信じられない。ん？あ、いいえ、間違ったボタンをクリックしました。え、自爆開始？おい、急いで隣にあるのを試してみて。なになになに？どれどれどれ？あ、早くここから出ないと。まずい、ちょっと待って。自爆ボタン押しちゃった。脱出脱出、どっちどっち？こっちか。逃げろ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 、どっちどっち？ライリーいるやん。おい、お前と一騎打ちか。どこに行こうとしてるんだい？ここは爆発するぞ。行かせてくれ。いやー、ライリー行かせてくれない気がするな。ごめんね。みんなを生かしてはおけないんだ。ライリーを倒す、来たぞ。さあ、これどう、え？なんか四角くなってる。まだこれは攻撃的、いやー、なるほどね。多分これは、こうやって今落ちてきてるじゃん。うわ、待って、これ、マグマ来る。これあれだ。最初に、あのプレイルームでやった、マグマから逃げる。あのゲームと同じだ。さあ、来た。ライリー死ね。おら、これ攻撃できるか？お、来てる来てる。よし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 。え、待って、これ結構 HP 高いぞ、ライリー。全然、一人じゃ全然倒せない。まずい。
これ長期戦になるな。さあ半分超えたぞ。1900、あとこれね、めっちゃ一人だとめっちゃ時間かかるわ。全然倒せない。もうね5分ぐらい戦ってやっと半分までいったよ。さあライリー、でもねこんな攻撃方法じゃ今まで修羅場をくぐってきた敵とは倒せねえぞ。さあ皆さん、ライリーの HP があと160になりました。おそらくこの次で倒せます。さあこの次倒して本当にライリーは死ぬのか。いやでもね、この避けるのはめっちゃ今までのボスの中で一番簡単だったけど、 HP がね一人だからもう全然倒せないのよ。さあ来ました、60、40、20、さあ倒した、いけ、よし、みんな俺を倒したな。え、どういうこと。みんなにこんなことしてごめんね。そしてトム、いや今更謝っても遅いぞ。トムは帰ってこないんだ。俺たちはみんなお前を信じて、お前が俺たちを殺そうとしたんだ。君をここから出すのは当然だと思う。え、助けんの。みんな知ってるしごめんなさい。でも死ぬにはここに置いていかないで、自業自得だよ。え、あ、ライリーを助けるか助けないか。でもね、今まで助けてきて全部ね、はっはっは、俺を助けるなんてバカだなってなったんで、さよなら。ライリーさよなら。殺します、とどめを刺します。私はライリーを生かしておくわけにはいかない。だってトム殺したからね。ごめんねライリー、でもこれはトムのためにあるんだ。そうだ、お前はトムを倒したから死ぬしかない。とどめだ、えい、やだ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 赤ちゃんみたいなこと言うな。お前赤ちゃん世話する側だろ。え、なにこれ、え、ちょっとおい、なんだよ今の。え、クリア、おお。さあ皆さん、ベビーシッターストーリークリアできました。皆さんクリアできたので、チャンネル登録、そして高評価ボタンポチッとよろしくお願いいたします。いやー、あれね、助けてたら果たしてどうなってたんでしょうね。多分バッドエンドになったんじゃないかな。でもあんなすんなり終わると思わなかったな。はい、というわけでね、今回は、ベビーシッターストーリー、ちょっとなんか前向けなくなっちゃったんだけど、他にもねこういうロブロックスのゲームたくさんやっているので、他の動画もぜひ見ていってください。では、最後の一言、ストーリーでは死んじゃったトムさん、最後の言葉お願いします。特に言うことはないです。さようなら。